あたしゃ、あたしゃ、どうしよう、またやりたいです、またタッグ、またタッグ組みたいです、あ、うわまたお願いします、あおっす、ヒロさん、ヒロさん、すいません、ちょっと今日のヤフライオンについてどう思われましたか。いやもう、そんな言う余裕ない、言う余裕ない、昔と違う量感、全然違うし、昔でももっと楽だった、今は動きし、やっぱり若いから若い時も動きますんで、もう途中では無理、ついてるのがやっと、でも勝てましたね、なんとか、あの下毒がいたから勝ったもんで、まあこのまあ、ドームはありましたけど、まあ、こういう形で診療また上がる、久々でしたけど、いやそれは分かんないです、今後またあの依頼があれば、はい、あの別に断る必要はないんで、依頼があればどこでも上がりますけど、ちなみに今はトレーニングとかされてるんですか。あ、一応、はい、前のことですけど、一応ジムに通ってます、一応毎日通ってます。じゃあまた復帰に向けてってことではなく、いやそうじゃなく、もうなんか体を動かすのがずっと好きなんで、もうずっと40年動かしてきたんで、でこれでプタッてやめるのはちょっとあれかなと思って、やめてもやめ、いやプロレスやめても、まあ、ずっと続きます、体の動く限り。いやもうまたあの期待してますんで。あ、いいか。下道さん、ヒロさんと僕はもう試合するのが本当久しくやってないし、やっぱりその下道さん、下道さんのうまさっていうのはもうやはりこれは天下一品ですよね。あの相手の選手とはいえども本当に。なんだろう、プロレスの教科書ですよね、本当に下道さんというのは、もうインサイドワーク、すべて技、まあ、あの取り方、技のタイミングもそうだし、本当に素晴らしいと思います、まあ、あとはヒロさん、もうヒロさんとなんか、試合したのどれくらいだろうな、覚えてないですよね、ヒロさんが、僕がまだ新日本に来て、ヒロさんがチーム2000かな、2000にいたとき、鹿児島でやったっての覚えてるんですよね、それはすごい覚えてもうやっぱりヒロさんのうまさ、もちろん、ね、あの年齢は言ってますけども、やはりまだまだそのヒロさんの独特のヒロワールドっていうのは持ってるしね、あのもちろんそれ今のこの新日本プロレスのスタイルじゃ全然ないと思いますけども、やはりなんかこう僕もヒロさんってやつでヒロさんの間に入っていくというかね、あの本当ヒロさんも素晴らしい選手です。僕も子供の頃ヒロさんっていうのは新日本、そしてジャパン、全日本に行った時からも見てて、すげえすばしっこい人だなっていう、うまいなプロレスがあってこう、まあ、ファン心で思ってましたし、まあ、そういう方とまたこういう時間を経ってねやれるっていうのは本当僕にとってありがたいことですし、財産ですね。でましてや八木なんてヒロさんなんかもう師匠ですから、もうあとはもう八木聞いてもらえれば、はい、どうですかね、レジェンドと戦った気持ちは。あの詳しいことは言えないんですけど、斉藤さん本当にデビューする前からですね、もう一番僕の成長を見せたい人、まあ斉藤さんだったんですけど、今日ももう何も話す手がなくて本当に悔しいです。もっともっと成長して、また斉藤さんと試合できるように、組んでもらえるように頑張ります。ありがとうございました。新人2人デビューして、まあ、さらに下が増えている状況ですけど、そうですね、危機感常に持って、もう実力の世界ですから新日本プロレスは、もう力のあるやつはどんどん下から行くと思うんで、まあ、負けないようにもう上からしっかり圧力かけて、下から下の下に負けないようにやっていきたいです。ありがとうございました。